本丸跡首道沼田城は上野国根郡にあった日本の城。1976年3月30日、沼田市指定史跡。いくつかの守護城に囲まれた建城である。沼田市の居城として建築され、戦国時代後期から江戸時代初期にかけて、真田市の沼田領支配の拠点として機能した。沼田藩の藩長。はじめは倉内城と称した。 2017年には、俗日本百名城に選定された。群馬県沼田市総内にあり、利根川と薄根川の合流点の北東、菓子団の大地城に位置する、岡城。二つの川側は、約70メートルほどの崖となっており、典型的な崖城でもある。沼田は、北関東の要衝であり、軍事上の重要拠点として、上杉市、小宝城市、武田市といった。 諸勢力の争奪戦の的となった。本能寺の変後は、真田信幸の支配上として、後北城氏と争った。江戸時代に、城主は、真田家五代、天領、本田家三代、黒田氏二代を経て、時氏十二代目に、明治維新を迎えている。真田氏時代には五層の天守や三層の矢倉が建てられたが、時代と共に縮小し、本田氏時代には三の丸を改修して、 館を建てる程度の規模になった。明治維新後、1916年に、旧沼田藩士の家の久めた美之助によって、上地が、購入され整備された。1926年には、沼田町に寄付され、現在は、沼田公園となっている。小松姫は徳川四天王の本田忠勝の娘で、あり、真田正幸の長男、真田信幸の妻である。 関ヶ原の戦いの直前、下谷国犬伏で、真田伏三人が抗議し、父正幸と信幸は、西軍、信幸は東軍に着くことが決した。正幸は、犬伏を立ち、上田への帰路気流あたりで、沼田により孫に会いたいと言い出し、そのまま沼田城を訪れた。小松姫は、たとえ衆徒であっても敵であるということから、武装した姿で対応し、城門を開かず追い返した。 後に、自ら、子供を連れて、正幸のもとを訪れ、衆との願いを叶えた。このことについて、正幸、信繁は大いに感心したという。一方で、正幸には、沼田城に立ち寄りそのまま城を奪取する意図があった。小松姫はそれを見越した上で、お便に解決した、とも言われる。役員門原村建物として城門が、群馬県川場村に一棟。 川場村以外に三棟ほどが移築されている。また本丸跡に金櫓が復元されているが、この金櫓の金は複製である。1634年に、真田新吉が鋳造させた、白章そのものは現存し、群馬県指定重要文化財に指定されている。この金は、廃城の後自社で保存されていたが、旧沼田町役場敷地内の自称に流用され、 市内の公民館で保存された後、2019年にテラス、沼田内に開館した沼田歴史資料館で展示されている。ありがとうございます。